前と同じじゃないの？ドラゴンキッドじゃないの？キースはいたか。格闘パンサー珍しいのって。避ければいいやろ避けろ避けろなあ神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。これを避ければ勝ちですよ避けろなあ神は言っている。と。おはようございます。ティラッタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ちょっと声枯れてんな。たまにね、やっぱね、今コロナの時期なんで親がだいたい家にいるんです。そうすると日中撮れないじゃないですか。なんで親が寝静まった頃を見計らってこうやって撮ってるんですよ。何この声、眠れるまで私とお話ししていきませんか。はい、というわけでね、今回も来ました。前回は魔物使い大会にね、まあ簡単に勝ったわけです。今回はですね、もう決まってます。こちら最強武闘家決定戦ね。まあね、過去の俺はなんか動画で何回時もね、神は言っているを繰り返したのか覚えてません。これめっちゃ難しいんだよね、リュータが強いからね。でも今回はやっぱ僕そこそこね、魔物使いの次に好きなのが武闘家ぐらいなんで、あの下級職の中ではね。なんで武闘家ちょっと今回は2番目に挑んでみたいと思います。前回は戦士だったね。はい、今回は武闘家でやってみたいと思います。さあ来たぜ。この画面はやっぱいつ見てもテンションが上がるよね。さあどんなだっけ、レースのチーム。あ、そう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 、オーシャンクローの選手は強すぎる。オーシャンクローの選手は強すぎる。で、片方のアルゴジラとメタルハンター、お前はおかしい。片方のモンスター、メタルハンターとかアルゴジラとどうなってんだろうねこれ。頭おかしいよこいつ。さあ来ました、レジアンツジェントルメンね。ついにね、最強武闘家決定戦2度目の挑戦です。これめっちゃ鬼門なんだよな。腕組んどる、強そう。ようこそ高梨先生、ついに最強の武闘家を決める時が来たね。来たぞこいつ。お前からキースドラゴンのために何回倒したかわからねえ。さあどんなチームなんだい。さあどんなチームでしょうかね。一回戦武道館も忘れちゃったわ。どんなんだったっけ。あいあいって言っちゃったじゃん。大目玉が絶妙に刺さってねえやん。ありがてえわ。じゃあ行きますかね、こちらも武道館チーム。さあお供を紹介します。炎の戦士と切り株小僧でございます。片方誰みたいなこと言うんですけど、この切り株小僧のおかげでね、三重相性ですこちら。はい、森荒野と武闘家とね、人型ですね。はい、これで力も補強できるからね、三重相性パーティーでいざ浮かん。さあ始まりましたよ。あのね、武闘家大会においてね、大目玉というモンスターはもう特に刺さらん。大目玉っていうのは素早さがね、96ぐらいしかないんですよ。そんな中でね、武闘家なんて早いやつしかいないわけですよ。全然刺さんないね、そのせいで。まあ基本的に大目玉はこの大会では尻モンスだね。まあ武闘家早いからね、もう絶対先生取れるもん、基本的には。素早さ200超えるからね、最終的に。そんな大目玉を狙っていきます。はい、無慈悲。ね、人型相性で上がった力をここで振るっていくわけですよ。基本的にはね、この三重相性パーティーなんでかなり安定してると思います。HP も比較的高く収まってますね。基本的に攻撃誰が受け付けるんだろう、これ。切り株小僧かな。さあ電撃放射、まあまあ大丈夫でしょう。ちょっと切り株小僧の使い方がね、難しいところはあるんですけど、武闘家と何で相性あるのかよくわかんねえもんこいつ。基本的には雨を降らします。いきます、雨降ります、見ててくださいよ。いきます、雨が降ります。そこで木が育ちます。ヒーどう。なんで出たの。それでも300か。さあここで炎の竜巻がね、威力がすごい高いんですよこれ。ほら大目玉主体性のね、大目玉119なんでかなり効いてますねこれね。6連撃まあそんなに強くありません。回生数が高いんですけどね。まああ、切り株小僧がやっぱ受けるのは基本的にはそうか。やっぱりここでね、ここでやっぱり DLC。 勝利の鍵は DLC が握ってますからね。いきます、はい、いきました。はい、せーの、あ今日もサブね。
これでね、大混乱させて、いいね、主人公大混乱までが。主人公犬パーティーにおいて主人公が止まるっていうのはね、バックアドですからね。はい、獣人剣を、大目玉に打っていく。よく当てたー、はい、オッケーすげえ、解消ってこのこと？なんか角生えてんの、こいつ。面白いな、あいつ。あ、なんか角生えてる。あー、スターキメラとモバケキノコ、これ確か相性あるよね、ちゃんと。普通にちょっとちゃんと強いの来たじゃない。なるほどね。さあ、向こうも相性を入れてきました。ね、HP が2000超えてるからね、だいぶ強いパーティーではあります。スターキメラもモバケくんは決して弱いモンスターではないです。てか敵3日間目だって装備してんじゃねえかよ。なんて高級品つけてんだ、あいつ。あいつ高級だな。あいつ光ってみるぜ。え、バギー打ちてー。バギー打ちてーけど、打っちゃったな、今。三日神持ってるのバギー打っちゃった。打ちたくなっちゃうな、あの、アリミュート。さあ、獣人剣いきますよ。よく当てたね。素晴らしい。はい、素晴らしい。そう、この上がった力でもう切り込んでるしかないよ。炎の竜巻ね。この威力高いガンガン振っていきましょう。はい。全体攻撃なんですけど、まあね。それに応じ差し引いても、この威力の高さはね、素晴らしい。てか、三日足の具やべえな、向こうの。灼熱を取り、これ切り株こそ燃えます。いきます。おお燃えなかったわ。ごめんね、キリカブちゃん。キリちゃんごめんね。爆裂剣。おっと、炎の戦士。まあでも、武闘家は比較的ね、うん。あの、おバカなんで、キースロゴみたいにおバカなタイプなんで、さあ、バギーいきます。風の呪文吹き荒れる。いくぞ、バギー。あー、でも効かねー。やっぱ雨降らすか。武闘家って基本的にやっぱ、回避が主体なんで、まあ、要はね、攻撃呪文に弱めなんですよ。武闘家って。まあ、武闘家をメタルのが魔法使いって感じだよね。むしろそう考えるとね。はい。まあ、今回に至っては、バギーが全然スターキメラもモバケギルも効きませんでしたわ。さあ、獣人剣は誰に打つ？よく当てたな。よく当てたな。本当に今のはびっくりだわ。よく当てたわ。さあ、ここワン、ツー、連打、爆裂剣。基本的に武闘家の武器ってなんか鉄の杖の魔術攻めになっちゃうんですよ。ストーリーの序盤だとね。終盤になってくるとドラゴンクロータの、あのドラゴンキラーだとか、オリハルコの爪だとか、なんかめちゃくちゃ強いの出てくるんですけど。序盤は本当にマジの爪しかない。まあ、焼けつけ息怖いな。武闘家がね、麻痺がね、効きやすい。おぉ。おぉ。こっちが動けないことが多いですね。なんか。ことごとくこちらの動きを止められますね。あ、まあまあまあ、痛恨出ないだけでいいかな。ここで、つばせで行くか。まあまあまあ、ここでつばせで勝ってしまえばってとこあるな。負けてしまうとやばいな、これでも。負けてしまったら向こうの外面の撃撃コースですよ。ちょっと怖いですね。まあ、赤でいきますよ。私は昔は黄色でしたけど、もう赤です。4、3、2、ここ危ない何強気、フラグ立ちました。大丈夫でしょうか。いきます、大丈夫です。ここで負けたらやばいな。大ありだな。よし。落ち着いてここは勝利。ま、さすがに序盤のやつだってさ、そのつばぜで強いわけないからな。そりゃあなたがそれだったら勝てるだろうっていうね、ツッコミが参ってたんですけど。まあまあまあ、灼熱の杖だよね。切り株構造で、まあまあ、痛恨嫌いだけいいですよ。さあ、炎の拳いけます。まあね、炎の選手そこに弱いモンスターではありません。この上がった力でね、ガンガンいってほしい。OK! いいよ。はい、OK。まあ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 、しっかり当てるだけ大丈夫。しっかり当てれば大丈夫だよ。頭突き。頭突きはね、通行率が高いんですが、どうでしょうか、ドン！おー、いいね、炎の選手避けるね、いいね。まあ、避けるっちゃ避けるからな、こいつも。さあ、切り株こそが、バギーです。いいでしょう。バギーはいいよ、別に、あとはもう、ゆっくり詰めればいいだけだからね。よし、OK! もう、行かずつ杖で。これ、行かずつ杖でいきます。剣です、これ。杖じゃありません。なんで杖使ってるんでしょう。それは魔法使いの武器なんだよな。さあ、行かずつの剣で、これ、タイヤじゃない？はい、よし！めっちゃ刺さったな。まあ、噛み合いに弱いしな、お前ら。どんなんだっけ ?3 回戦。ここはね、はははは。なめろって、その雑みてえなパーティー。炎の選手とブリザードも相性ねえだろ、おめえ。人型相性はあった。もうまるでパルプンテ隣の方夢やろみたいなチームですよ。剣、主人公が賢者だったらパルプンテできたんだけどね。まあ、ブリザードも炎の選手も別に弱いとは一言言ってねえけど その組み方はもうはやネタなんだよ俺からしたらその組み方しちゃうともうネタなんだよそうするとパルプンテしか見れんだよ俺パッと見それだけ見ると
さあ、ただですね、炎の戦士もブリザードマンもね、打撃にね、強いんですよ、実は。なんだかんだと言ってね、よく主人公を狙って当てたもんです、今。さあ、炎の拳をね、ブリザードマンにね、賢く狙ってほしいところです。よろしくお願いします。いきます。さあ、ブリザードマンね、狙いは。はい、さすが、天敵には厳しい。天敵に厳しい。はい、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 ここで炎の戦士、燃えるね。いいね、燃える。さあ、こういうレバーね、これ多分炎の戦士に行きますよ。見ててください。もうやめろって、お前ら。お前ら何してんの、お前ら何してんの、ほんとに。お前ら何してんの。魔獣の叫び。まあまあ大丈夫でしょう。まあまあ魔獣の叫び怖いけどね。まあ威力は低い。はい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 。オッケーオッケーオッケー、止まってないのはナイス。炎の高みね。俺威力高いけど、まあ炎の選手がこっちにもいるんで。おお、素晴らしい回避です。それは素晴らしい。さあ、ここでバギでね、消しちゃいましょう。氷も炎もバギでね、さらっと、行きましょう。はい、オッケー、大丈夫。さすがに炎は風に弱え。さすが炎は風に弱えもんだ。武闘家ってね、やっぱね、呪文耐性をしっかり上げとかんと。なんだっけ、何使うんだっけ。おっと、刺さったね。あ、刺さった、やべ、刺さっちゃった。おい、なんだよ、なんか俺がさ、呪文に弱いんでねーとか言っとったからってさ、そのまま本当に俺、何、俺の駆逐、俺の駆逐のおかげかい。よく当てるね、よく当てるな、お前。待て、よく当てたね、聖女の盾を持っててさ、武闘家に。向こうも来たぜ、おい。向こうも、何何何何、喧嘩しないで、君たち。君たち喧嘩しないで。俺がなんか呪文に弱いんでって言ったらさ、マジックパリ反応やめよう。早計すぎるって、その判断は早計だって。別に俺煽ってるわけじゃないからね。やるね、キリコムちゃん。キリコムちゃんやるじゃん。いいよ。行け、炎の拳。行きます。行け。またもうお前ら喧嘩してばっかやな。なになに。まあいいけど、まあ、それで合ってんだよ。あ、正しいよ。炎の戦士賢いからね。まあ、これもこういうの、グリザードマン賢いからね、炎の戦士行きますよ。あれ、これまさか通行か、これ通行かな。あー、違う。こいつバカだった、単純に。あ、ダメです。バギーでした。ここでバギー、残念。まあまあ、キリカメちゃんはよくやってくれてるよ。いいよ、大丈夫。俺、ヒイラギ道場の方が好きなんだけどな、色的に。色的にキリカメちゃんよりヒイラギ道場の方が好きなんだけど。天性モンスターなんだよな、ヒイラギ道場は。はい、キスで終わりです。勝利の秘訣は、DLC。はい、チュッ。とどめで使うもんじゃねえよ。さあ、準決勝まで行けました。これでね、最悪決勝で負けてもね、すぐリトライできます。そうやって考えるのはどうかと思うんですけどね。はい、さあ、決勝戦ユータですよ。いや、これね、なんか昔めっちゃ負けてたんだよね。ああ、勝負じゃ、もう負けない、勝つ、一回で勝って、俺はもう成長したってのを見せる。でも向こうの補正やったら無理だけどね。お前にキースドラゴンいるんだろ。おー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 、キースドラゴン、メタルキングの盾、キースドラゴンと来やがってよ。ガチパンに、ガチパンにほどがうっちゅうの。格闘パンサー狙い目だからね。とりあえず、格闘パンサーはそんな強くない。まあ、強いんだけど、強いっちゃ強いんだけどさ。メタルキングの盾怖いな。狙い目は、この格闘パンサーに対して、獣人拳の特攻が入ります。なんで、格闘パンサーに攻撃を当てつつ、獣人拳が特攻が働けばっていうところがありますね。はい、主人公に行ってしまって、メタルキングの盾でガードっていうパターンが一番怖いといえば怖い。で、キリカム小僧ちゃんのバギーはやっぱり刺さりません。やっぱ刺さんねえのかよ。格闘パンサーに刺さんねえのよ。さあ、獣人拳をできれば格闘パンサー、狙い目はそいつら。行くぜ、獣人拳。はいはいはい、行くぜー、さらーさらーさらー。よし、これ爆破取った、これ爆破だわ。なんか昔さ、なんかさ、ギガソードこいつ使ってくんだっけね。こいつギガソード使ってくる関係で、もう仁王立ちしてるっていうね、ガチっぷりしてた覚えあるわ。それをくらっかつってたからね。今回はもう対策、相手の対策は分かってる、大丈夫だ。今回は相手の対策も分かってる、大丈夫、一発でいけるぞ。さすがに一発で行こうぜ。なんや、キースドラゴン、お前。お前なんや、なんなんや、お前は。あー、うわ、うえー、ブレスって強いな、やっぱこのゲーム。このゲームのブレスの強さは異常だな。スケボタだったらあんなに弱いのに。迅速中。はい、オッケー、大丈夫だ。通行になってないだけ大丈夫。通行になってないなら大丈夫だ。これ、雨降らしです。いきます。雨降ります。
さあ、格闘パンサーです。結構狙いは正確。ドン。いや、大丈夫。大丈夫だ、大丈夫だ。獣人拳、このターンに、この3体と攻撃を当てることができればって感じかな。おっと、そうだった。2ターン目潰せるよっと。で、3ターン目行きやそうだろ。お前の手打ちは分かってる。悪いがってとまで負ける気はないよ、言っとくけど。強くてニューゲームなんでね、こっちは。何せ。技術は強いんだ。はい。あの時と違うんだよ。あんなに負け続けたらさ、あの時とはもう全然違うの悪いけど。そうね。負けないよ、悪いけど。もうこのゲームの仕様を理解してるし、もう逆転温泉、どうしようもない時はあるけど、ある程度はもう理解していくから、こっちも。大外ですが、炎選手は、でもね、まあ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 、他の2体で、だいぶ経験してるね。切り株こそはいい感じに、そう、相性補完に優れてるな、炎選手は。全体攻撃の風だったら大丈夫って感じだ。炎選手の弱点を全体技の場合は、この切り株小僧ちゃんが受け止めてくれるんで、優秀ですね。それだけきっとね、これ当てたら勝ちじゃないの？これ当てたらもうドラゴン切り勝ちだわ。はい、ラッ、芸人。芸人か、お前。お前まさかの芸人ですか。ここで芸人かますんかって。当てたら勝ちじゃないって言った瞬間これかよ。さあ、ドラゴン切りして、先制して終わりよ。こっちが。そっちのチームはだ、あーまあ、武闘家が怖いけど、ギガソード来るぞ。ギガソード来る。大丈夫。だって、主人公が言うんだよ、こっちは。これで当てたら勝ちるかな。さあ、さあ、当てれるか、当てれるか、行ってみよう、キースバード、悪いな、悪いな、キスコちゃん。あの時の苦労って何だったんです。あの時なんであんなに苦戦したのか、もう俺忘れてしまいました。はい。今回はなんでこんなにさっくり勝てたんだろうね。あの、レベルも良かったしね、というか。レベルがすごい上がってたんですよ、前回に比べて。それはあったかもしれん。レベルが多分ね、6割くらい占めてるわ。4割は自技術かな。うん、4割が技術。6割は、レベルだわ。イエーイ。ね。よし、よかったよかった。一発でいけてよかった。本当によくいけたね、一発で。正直、何回か負けると思ってたわ。メタルキングの盾もあったしね。よくいけたと思います。はい。今回、あえて、ドラゴンキッズとかキーザルも封印してるんですよ。流滅剣がどうのじゃなくって、ちょっと違うパーティーでやりたかったなと思って、やっぱ。うん。今回、切り株小僧は意外な不平だったんじゃないかな。全体攻撃の場合、あ、光の守れんだった！やべ、来た！これ最強です。これで、今後の攻略はかどるな。よっしゃ。いや、もう91かよ。もう91じゃん、武闘家。俺、武闘家大好きかよ。じゃあ、お疲れ様です。また次回のね、次回も大会攻略していきたいと思います。ちょ、待って、確かこれってさ、上級職大会なんだからさ、待って。ちょ、待って、今終わりの挨拶しちゃったけどさ、これって確か、あれ確か、なんか敵めっちゃ強くなるんじゃなかったっけ？マスター復活大会になるからさ、そうそう、お父さんの、確かこれマスタークラス大会になるからさ、めっちゃ敵が強いんじゃなかったっけ。やべ、あのサムネを思い出すぜ。